そんな痛い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 痛はい、今日モデルのナオさんです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、はい、久々のメンテナンスということで、はい、6週ぶり、そして銀座1年ぶりですか。はい、いいところですね、銀座に、はい、とっても素敵です。ありがとうございます。そう、研修センターですから。はい、はい、ということで、さっきね、ちょっとお話してたんですけど、5月の治療の時に、なんかお通じがいまいちって言って、その後、6、7、8と結構いい感じで経過してたんですけど、そうですね、最近どんな感じですか。なんですかね、やっぱこうずっと暑くて、水分は取ってるつもりでも汗かいたりが多いから、うん、足りてないのか、ちょっとまだ最近なんでしょうね、出にくい感じ、いろいろいらっしゃるのかも。ちなみに1週に1回が便秘じゃなくて、2、3日に1回でも全然便秘なんですけど、はい、さっきお話ししてたら、そう、まあ、動画のサムネは5年前ってなってるパターンが多いんですけど、ね、そういえばそうだったなと思って。でも聞いてみるとどれぐらい前なんですか。いや、よくよく考えたら、自分が便秘なんだって思ったのって最近っていうかね、そのここに来てからぐらいなんですけど、そういえば最近3日ぐらい出ないなみたいに不思議に思ったことってないなと思って。まあ、そもそもあれ、そも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 2、3日に1回だったんです。多分そうだと思うんですね。便秘です、便秘。話をまとめると、うん、結局毎日コンスタントに出てて、うん、2、3日出なくなったから便秘っていう認識が、便秘ですよっていう定義を知ってから最近便秘と感じますけど、うん、まあ、10年20年前からその状態だったと思うんですね。どんだけ前かもうわからないです。生まれつき、いやいや、生まれつきはないと思うんですけど、赤ちゃんの時からかもしれない、はい。でもさすがにね、体質はね、月1回のメンテナンスちょっと空いちゃったりとか、はい、その刺激を得ないとなっちゃうってことなんで、うん、しっかりと治療していきたいと思います。それでは、はい、便秘のビフォーアフターでいきなりお通じ出ましたってなんないので、自律神経がね、乱れてたりとかすると体がこわばったりとかするんで、はい、それチェックしていきたいと思います。お腹手を置いていただいて、右左右見えてみましょう。はい、硬いですね。なんか喉が硬くなっててますけど、困ってますね。お腹も張ってますかね。張ってますね。便秘はですね、11円で改善できますということですね。10円が金属的にプラスで、1円が金属的にマイナスなんで、近づけるですね、こう電子が動いてガルバニー電流っていうのが発生します。これで刺激していきます。右手の人差し指と親指のこの間、ここですね、ここに10円を貼ります。これ広告っていうツボです。でですね、韓国っていうツボですからですね、左足の2個目と3個目の足に陣を張ります。で、そうすると合谷韓国という形で大腸と胃を刺激するようになります。これで結構出ますので、夜立って寝ていただければなと思います。では動きチェックしてみましょうか。はい、だいぶいいですね。うん、いいですね、いいですね。これで続けているとですね、だいたい2週間でですね、1、2キロ痩せたりとかするので、はい、ぜひやってみてください。はい、でもこれだとですね、またもっと戻っちゃったりとか、ずっと11円貼っとくわけにはいかないで、これからね、さっきしっかり施術していきたいと思います。はい、お通じの治療をしていきますけども、はい、じゃあこうですね、お通じが出ないっていうのを、まあ、腸管いろんな問題があるんですけども、まあ、薬ではですね、水分を多くしたりとか、まあ、そして流れを良くするっていう、あと腸管を刺激して、前導運動を盛んにするっていうね、方法があるんですけども、まあ、それも大事なんですけども、それ以外に自律神経の乱れがあって、そして自分でですね、整える力っていうのがなくなってるんですよね。でこれを底力を上げてあげる、こう自分の体の元に戻すっていうのが神経治療なので、ここで、自律神経の治療をしていきます。それから血液のバランスを整えて、土台が整った上で自分の治る力がベタになった状態で、例えば腸マッサージをしたりとか薬飲んだりとかするので、ね、めちゃめちゃ効きます。で今日は一撃の針もしていきます。はい、ということで早速やっていきたいと思います。ここは座銀です、はい、銀座2丁目です、はい、では中を見ます。あ、でもこれ痛い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 
ギャースがありますね。ああ、そうなんですね。はい。ご人居なんでしていきます。でも本当にもう首だらけじゃないですか、ここに。足ぐるぐるしてます。ちょっとむくんでますね。足じゃないじゃないですか。これ、これは痛いですね。胃腸が悪いから。全部痛いですね。楽治療ですね。やると非常にあの眠くなるんですよ。生命力を上げてこう治す力が増していきますので、はい、両方が大事ですね。西洋学と東洋学両方。はい、はい、あ、このハリボーでしょ。あ、聞いた、ほら、ちょっとしへこんでる。This is magic。 Oh! ここも、ここブニョってですよ、ブニョってしてますね。なんかブニョって、このブニョって、ここにあるんですよ。はい、OK です。でここです、このブニョです。ブニョブニョです。あはい、あはい、はい、あ、はい、そしてなんか調子悪いんで合谷韓国を攻めですね、治療していきたいんですけど、こちらがむくんでるんでこっちを流す。はい、 4K ですね。はい、最近僕のこの動画を見てですね、 4K とか 3K とか治療ね勉強しに来る先生が増えてます。はい、はい、あまりにも問い合わせが多いので、治療をやると多くの人を救えますからね。これです、これ。あ、いいですね。これだいぶ良くなってると思います。お、いいじゃないですか。見たくないですよ。さっきしたの。いつマジック。マジック。マジック。ということでお通じはもうね、ナポ専用お通じ改善ある。ちょっと書いてある。はい。見ないと入ってないと言ってたら意味が分かんないですけど、ね、でも右手の合谷がなんかこうちょっとピリピリしてますね。響きますか。よし、はい、あなたはい、ちょっと9センチのアリがなかったので20センチにしました。はい、10分お休みいただきます。いや、10分経ちましたので、はい、取っていきます。はい、OK です。OK です。はぁ、あ、大丈夫ですか。今入ってましためっちゃびっくりした。本当ですか。本当です。ちょっとなんか反応悪いんで、もう一回やります。ありましたね、9センチが。あった。なぜか今日は2回です。わかりました。あー、これですね、響きますね。あー、大丈夫ですか。あー、大丈夫です。なんでスイダマはダメなのに、そんな針は超余裕。針は入ってないのと一緒だと思います。入ってないのと一緒かな。それぐらいの刺激量ってことですね。はい、ということで刺激をしましたので、グッとね、置きます。ここにあの、うん、1回ですってやるだけでもですね、反応が変わるんですね。これ大事。長いですね。長いですね。人のこと言ってますけど、はい、ではいい感じ。あ、なんかいいじゃないですかね。はい、では動きをチェックしてみたいと思います。
ではですね、お通じはまあちょっと1週間後、はい、2週間後ぐらいですね、どうだったかまあコメントいただければなと思いますけども、動きをチェックしてみたいと思います、はい、でお腹で右左ですね、はい、なんか爽快ですねいや体がめちゃくちゃ軽いんですよね、はい、はい、で水玉ドッグしてね、してないし、あと声が出る、はい、あ、そうです、違う全然、はい、今日から、はい、姿勢が変わるんですね、はい、これですね、あのうちの治療院ですね、お通じだけで来るっていう方よりも、まあ、ダイエット目的だったりとか全身調整目的だったりとかするんで、本当にお通じはマジで良くなって肌も綺麗になったりとかしますし、体調も良くなりますので、ぜひ受けていただけたらなと思います。はい、うちの今ここ銀座院と横浜元町にありますので、ぜひですね概要欄からお問い合わせいただければなと思います。またこういった政治的に先生450人ぐらいで市がおりますのでご紹介していきますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。はい、ですね、皆さんにお願いがあるんですけども、この動画を見ている方ですね、9割ほどいらない方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということでですね、他にもたくさんの、セルフケアの動画ですが、先日の動画を配信していますね、次の動画もご覧いただければなと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんにちは、なほです。はい、先日はありがとうございました。お腹の方すっごいいい感じです。エブリデイなんちゃらです。はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。多分そうだと思う。ちょっと便秘ですね。最近マンジ出ないなぁとか思った記憶が全くないので、結構いるかもしれない。そう、いかもしれない。隠れ便秘。いやいや、隠れてないし、明らかです。明らか、気づかず便秘です。やっぱこうお友達とね、毎日出てるみたいな会話とかも恥ずかしくしないじゃないですか。この動画で堂々となってこう、まあまあ、私便秘ですみたいになっちゃってますけど。はい。